おはようございます。筋肉の神です。今回はですね、ちょっとやりたいことがありましてですね、何をしていくかと言いますと、今皆さん画面に映ってますこのナヒーダちゃんがいると思うんですけど、ローアングルからのナヒーダちゃんがいると思うんですけど、チェッパチャップスが食べたかったな、2年前までは。まあこのナヒーダちゃんがいるんですけども、こちらのね、知恵の神様を使ってですね、ちょっと遊んでいこうかなと思います。これ何をしていきますかと言いますと、ちょっとね、キャラクターでいいのかな。オッケー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 。このナヒーダちゃんがいると思うんですけど、今回武器をね、ちょっとメインでね、死風原点っていうね、あの皆さん大好きなね、武器があると思うんですけど、この回心率が上がってね、あの移動速度が 10% 上がってね、幻想ダメージも上がるっていうね、まあなかなかね、素晴らしい武器でね、評価も非常に高いね、いい武器です。はい、いい武器です。すごくいい武器なんですけども、なんとですね、この死風原点をも超える武器があるのと、あるよと口が回ってないよ、あるよ。それが何かと言いますと、星4武器でもなく星6武器でもなくですね、これ上を行く星6武器でもなく、この星3武器の今持ってるこちらですね、特級の宝玉っていうね、この武器です。まあ、こちらはね、まあフィールド上の宝箱を採掘することでたまに手に入る、ちょっとレアな武器なんですけども、まあ、回心率が同じように上がってしまうと。上がってしまって、なんか悪い言い方やめて。でね、何よりもこれね、何がやばいかっていうと、このね、襲撃戦術、敵を倒した後15秒間移動速度と攻撃力が 20% アップすると。まあ精錬ランク 5の状態なんですけど、15秒間も移動速度と攻撃力が 20% もアップするんですよ。さっき見た死風原点に関しては移動速度が 10% なんですよね。なので死風原点よりも効果が2倍強いということで、今回ね、この特級の宝玉のね、使っていきたいと思います。ナヒーダちゃんとちょっと相性もいいよね、見た目的に。まあ俺の方が、ああで今回ね、まあ早く走らせるにあたって他にも効果をね、いろいろと、パーティー編成も考えましてですね、元素共鳴をこちら、スタミナ 15% ダウンの、ちょっと待って、違う、スタミナ 15% ダウンしてダメ、それデメリットなのよ。スタミナ 15% オフクーポン使って、移動速度 10% のスキルクールタイム、マイナス 5% ということで、こちらのね、移動速度 10% プラス、今千織の持ってるですね、千織ちゃんが持ってる、こちらですね、チーム内のキャラクターがデフォルトコスチューム以外のコスチューム、また何やらの翼の以外の場合を装備しているときは、チーム内のキャラクターの全員が、走る速度 10% アップしてくれますよということで、まあそうですね、武器の効果も合わすと、まあ、1.4 倍になれると、 1.4 倍速度が上がってしまうよということで、こちらをね、頑張っていきたいと思います。でこの武器が発動するのが、敵を倒した時なんですよね。なので敵を倒さないといけないんで、この鹿のこの子のここしたんたんとかちょっと倒してみようかな。いや倒せない倒せないわ、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。あ、このお嬢様倒そうかな。このじゃあお人がね、人が歩いてると思うんですけど、こちらをね、倒していきたいと思います。ちょっと待って、ごめんね、ちょっとね、操作が慣れないから、なかなか倒すの苦労するかもしんない。ちょっとファルザン先輩に、ちょっと、何なんかしてきてる。ごめんね、ちょっとね、ちょっと待ってね。どうした？ごめんね、ちょっとね、ちょっと待ってね。どうした？ちょっと待ってね。どうやってやるんだ、これ。撃つときってどうするんだ、これ。あ、これね。はい、これでちょっと減らします。いきますよ。ちょっと待ってね、倒さないといけないから、でスタミナを温存しておきたいんですよ、なるべくスタミナを温存しておきたいんで。 OK、 待って、グーグー言ってる、来るよ。痛い、ちょっと待って、走らないといけないから、なるべくね、スタミナを温存しつつ、全部丸上、倒せないか。倒した、いきますよ、せーの。いきますよ、せーの。
ナヒータちゃん倒したと同時にですね、倒されてしまったので、次はちょっとね、鳥さん、申し訳ないんですけど、鳥さんでもおそらく効果を発揮するので、早速ね、鳥さんを倒していきたいと思います。いきますよ。さあ、楽しみだからね、いくよ。はい。あ、待って。オッケー。あ、来た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 。いくよ。早っ、早っ。見てください。これが走る知恵の神です。皆さん見てください。これが走る知恵の神です。いろいろ考えた結果、走ることに専念した知恵の神ですよ。やばい、これ。体力もやばいけど。これ面白いかもしんないな。体力やばかったけど。あ、待って、あっこにもいるね。あっこにもいるから、あの子を攻撃すると、ちょっと真正面から見てみようかな。せっかくなんで。オッケー、いきますよ。はい。あ、やばい、これ、ちょっと待って。ナヒーダちゃんじゃ考えられない速さしてる、これ。すごい、これ見てよ、みんな。もう考えることやめて走り出した、走り出した。ナヒーダちゃん待って。さあ今回ね、砂漠で走っていきたいと思います。今回はさあ行きましょうか。行きますよ。怖いな。来た、行きますよ。はい。早すぎる。砂漠を走る、知恵の神ナヒーダです。皆さん、これが足の速さすごいんだけど。面白い。すごいな。考えることやめて走り出したナヒーダですね。いやー、楽しかった。さあ今回はちょっとね、遊び要素としてやってみました。めちゃめちゃ面白かった。いや、ナヒーダってのとかね、小さいキャラの速度ってやっぱりちょっと遅くなっちゃうじゃないですか。それがね、とてつもなくすごい素早いスピードで足が回ってたから。しかもナヒーダっていうところが面白かったね。ということで今回はナヒーダを全力で走らせてみた、やってみました。まあ、神団長の二突効果とかがあればね、もっと速く走れたと思うんですけど、まあそうだな、まあ今できる限界のね速さで走らせていただきました。はい。じゃあ次回もなんか変なことやるかもしれないですけど、よろしくお願いします。ナヒーダちゃん、昔のツイッターの鳥みたいないたね今。